やば。地元のヤンキーって感じやな。悪そうなやつらやで。似合ってしてる。いや、おかしいやろ。間抜けかよ。下半身裸手と、まあオープニングはあんな感じで、やっほーまだおちゃんです。最初からツッコミどころ満載なんだがロコサイクルってゲームなんだけど、まあどんなゲームってまあ困惑してないいや大丈夫、私もちゃんと困惑してるからまあストア情報としては、自我を持ったバイクが自由を求めて旅に出るさなか、まあ、これまた違う自我を持ったサイコパスバイクに追われるので、まあ、逃げろって感じいや、なんそれ、困惑度上がったわまあ、とりあえずやっていきまーしょい。え、すげえ実写やん、ここも。え、ずっと実写なの？もしかして。いや。え、すげくね？すげえ手込まれてるブーとか言っていや、もうなんかおかしいよね。右のあからさまに王冠つけてるおっさん、何これ毛皮巻いて、いつの時代の人。あ、美味しそう。あれ何、ミートボール。ちょっと海外の分からんからな、風習が。いろんな多国籍しすぎじゃね？私の国にこのようなものはありません。めっちゃ感動してるやん裕福なところの王子って感じやな。この人は綺麗な女の人。まもなく執行役員の登壇となります。それだけのための女の人だった。え、これ何？ビール？水？すげえ泡立ってる。いろんな多国籍な方々がいっぱいいるね。異文化交流中か？美味しそう。これ誰？なんかアベンジャーズに出てきそう。イケてるだろとか。サイボーグティッシュ。こいつはやばいぜ。いや、ちいってくれ。そんなのいらねえよとか言って。弱そう、一番弱そうあいつ。これが執行役員。ビッグアームズ賞へようこそ。道家っぽいな、なんか次の超VIPゲストの中から数人にスポットライトを当てよう。もちろん表向きはここにはいない方ばかりだけどね。はっはっは。アメリカン上手。北朝鮮からのお客様、キム・クアンヒさん。この人ね。キム・クアンヒさんと、ソビエト連邦からセルゲイ・クズネツォフ将軍。あ、この人も結構さっき出てたよね。映ってた。毛皮の王子様は？毛皮の、王冠の人は？出てこない。出てこないぞ。ここだけは仲良く頼むぜ。小競り合いは禁止だとか、仲良さそうやな。これが絶対そう。フバラバサラババラバ大王。言える人いるあれ最後に、ヘルライダーズ代表のホルトライバッハ。こいつか。アホそうやけどな。拍手があんまりない。ビッグアームズ社の自信作。最新の戦略的人工知能搭載車両。これがアイリスとスパイク。あ、これが自我を持ったバイクってことかな。アイリスが、私な。このサイコパスがこれ、スパイク。もうあからさまやんね。悪そうなフォルムをしてやがる。最先端の武装戦闘バイク。地上最強やって。圧倒的な知能で語れる言語は6500以上。信じるかどうかはあなた次第。だよな。朝鮮語、こんにちは。すごい会話できるのよね。まあ、自我持ってるからね。ロシア語6500カ国語が喋れるらしい。そんな国ないよね。6500カ国も6500の言語。そんなあんの地球上に言語。いや、すごいな。それはすごい。恋産語って何？ちゃんとジョークも言える。笑ってる。バサババサバババオが笑ってるわ。最低価格は3億5000万ドル。オプションで衛星ラジオもつけられる。少々根は張るが受信能力は圧倒的だ。試乗はできるのか。まあそうやな。試乗はしたいよね。乗れるのは購入者のみ。まあまあまあ、それはまあ3億やからな。試乗もできないよね。雷来たね。室内でハラペーニョの肉詰めをつまみにシャンパンで乾杯といこうか。いいね。チアーズ。いいかお前ら、こいつらをガレージに運ぶんだ。傷つけたら海に沈められると思えよ。この光と闇の顔よ。なんかあるぞこれ、人波乱。急に天気悪くなるや。そしてついていくんや。3億5000万ドルついていくんやね。携帯電話鳴ってるで。大丈夫な、そんな片手で持って大丈夫？もしもし。ああ、お前か。今夜は仕事だって言っただろ。一体誰と電話してんの？あ、手離したで。あ、自立もできる。手でつかずとも。あ、雷落ちた。電気回路がじりじり音を立てる。やばいんちゃう。あ、ここで電流でバーンなって自我に目覚める。やばい。3億5000万ドルが海に沈められるなこいつ。めっちゃなんか話しっかりしてない？実写ですげえって思いながら見てるずっと。このおっさん何？突然出てきたんやけど。このおっさんが乗るのかな？アイリスちゃんに。まあ、普通の車の整備士さんって感じね。1階の整備士さん。まあ、パンピーやわ、パンピー。ヘイパブロ、アイリスがショートしてまった。直してくれ。大至急だ。この間みたいに責任を取らされるのはごめんなんだ。頼むよパブロ。会長はアイリスとスパイクの両方をショールームに並べて見込み客にバッチリ印象をつけたがってる。パブロ急いでくれ。お前のせいやぞ。なんかバカにしてるな。パブロだって右上に書いてるわ、名前服の。あいつらは何をしたんだ。あの野郎に何かされたのか。俺が直してやる。かっこいいじゃん。でももうそのバイクは普通のバイクじゃないで。美しいお嬢さん、なんたりくてな。いつもに増して美しく見えるよ。チューしたがるよな。乗ってこそ価値がある君みたいなバイクをガレージに閉じ込めるなんて。まあそうやな。乗ってなんぼやからな、バイクは。乗るの？そして。あ、乗らないのか。まあ、こう見たら一見普通のバイクだけどね。バイクあんま詳しくないからちょっとあんまわかんないけど。雷が落ちたらもう普通乗れないけどね、バイク。廃車やで、廃車。ほんまにそんなんで治ると思ってんの？いや、そんな故障じゃなかった気がする。わからんけど、バイクのことは。電気パルス。電子カメラ分析。これ分析してんの？ピピピピピピ。興味深いわ。インタラスティン。喋った。えみたいになってる。インタラスティーンって言ったね。あー楽しそうな、なんかやってるね。楽しそうな大会やってるやん。あれ行きたいね。まだ私これどういうゲームか分かってないからね。バイクといえばもうバイクレースのイメージしかないんだけど。生きるなら自由に、乗るなら死ぬな。あなんか出てきた。パブロさんが出てきた。インディアナ州スコッツバーグで、インディアナ州のスコッツバーグを見つけなくっちゃ。まあ、急にバイクが喋り出したらそらびっくりするわな。え、何どうした、え、どうしたどうしたどうしたねえパブロ、どうかしら、私と究極の夢を見てみない。急になんかおねえ系になったぞ、喋り方が。なんか挟まってる感じ、服が。行くわよパブロ、タイヤが外れるまで走りましょう。そのまま走る、やばい、やそれ死んじゃうよ。え、あなたと冒険を始められて、始まった感じ、プロローグ。私は君に引きずられてる。もちろんわかるわよ、私は5000種以上の言語に精通しているもの。すごいすごい、すごいすごい、バイクレースっぽくなった。でもこれさ、もう背中、なにこれ、なにこいつ、なにこいつ、引いてしもった、引いてしもった、引いていいんかあいつら。ひたすら走ればいいの、オッケー、それは簡単。バイクレースっぽくなってきた。え、ターボを使用するには A ボタンを押しっぱなしにします。 A ボタンって何、これかな。これか、きたきたきた、シフトね、左シフトだわ。私これコントローラーでやってない、もうキーマーでやってるからさ。あ、やばい、当たった、やばいやばい、もうやばい、パブロがやばい、パブロはやばいぞ。ちょっと待って、操作結構難しいかもしれん、慣れるまで。この一着線やっと助かれ。こいつら引いていいんか、これ2ヒットコンボって言うだから引いていいっぽい。よしよしよし、いくぜー。この右下の青いやつがまあニトロチャージ的な。死んじまう。やばい、どうだった、ミスターミスターかな、いけた、おらおらおら引いていく、わざわざこのバイクがやったんだ。やばい、武器持ってるね、どうすんの、相乗り禁止。敵の上にカウンターアイコン、敵の上にカウンターアイコンが表示されているときにボタンを押すと反撃できます。これか、カウンター、すごい、くるって1回転した。そういう機能もあるよね。ダッシュの他にカウンター機能もあるわ。飛んでた。いやもう死ぬ死ぬ死ぬ、パブロそれは死ぬ、さすがに。なんで生きてるのかが分からんぐらい。てかどうした、ズボンの裾が挟まってんのか。引いていくわ、なんかうっとうしいし。5人引いた。これは左スティックの方向入力で移動する円のタイミングを合わせると回避できます。むずい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 。やばい、レイト遅いってなった。でもよけれた、よけれたっぽい。危ない危ない、難しい、これけどかな。ガンガン飛ばしていくぜー。いいね、爽快感めっちゃあれ。なにこれ、ジェットパックやろ、ジェットパックなんだそいつ、強そう、アイアンマンみたいなの来たで。アウトランナーボス、今すぐ止まれ、あいつを倒せってかね。悪いけど従えないわ。どうやって倒す、攻撃方法はボタンを押すと敵とエンゲージします。すごい、これは X って何、どのボタン、 X って、X はどのボタン、これか、 Q か、キーボードの Q だった。これで攻撃できる。当たれ、痛い痛い痛い、普通に食らった。オッケーオッケー。待て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 、ちょ待って、もう攻撃あるのみ。痛い痛い、ちゃんとしっかり目に食らう。あいつに攻撃を食らわしたい。全然減ってないやん。やばいやばいやばい、食らうくらう。あいつの攻撃は避けれないのか。あ、すごいコンボ決めれる。すげえ。あ、痛い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 。なるほど、永遠に。え、なんかいっぱい来たで。え、待って、マジ。ボタンを押すとパブロを投げます。ボタン、今度は何のボタン。 Y ボタン。どれや Y ボタンって。これ R か。パブロを投げる。おら、いった、飛ばせた飛ばせた。パブロが手裏剣みたいになってんだけど。おら、パブロ飛ばして攻撃できるってやばない。手裏剣みたいになって生きてるのが不思議なぐらいやわ。おら、飛んでいけパブロ。役に立て、ちょっとは。いけ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 。攻撃食らわせてんのかこれ。あー、壊れる。アイリスちゃんが壊れる。カウンターが決まった。なんか知らんけどカウンター強いな。え、これやれんのか。てか、やばいやばいやばい。あ、壊れた壊れた。あ、またこっからや。あー、カウンター決まらんかった。カウンター決めたんやけどね。来た来た、カウンター決まった。オレンジのアイコン出たらカウンターが決まる。パブロ投げとくわ、とりあえず。いけ、ここや、カウンター。あはは、パブロよくやった。頑張れ、その調子や。いけ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 。カウンター決めまくるで。おら、来た来た、カウンター。うまくない？すげえヘッドロックしてるんやけどこんな硬そうなやつに。あ、1個倒したで。パブロ飛んでいけ、お前。来た、カウンター決まった。あ、ちょっと待って、止まらっといて。やば、うますぎんか。なかなかやれてるよね、頑張って。待って待って待って、あ、カウンター決まった。よし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 。メーデーメーデー言ってる。もうこいつら虫の息やぞ。いける、やれるぞ。よし、倒した。来た。カウンターも決まった。どうよ。やれてるよ。こいつ体力フル満タンやな。私が削ってやるよ。カウンターも決めていく。いや、楽しいかも。スタイリッシュで。ああ。変なボタン押しちゃう。よし、倒した。次何こいつ。まだおった。こいつは最後の敵。カウンター、よし、来た。止まらんといて。いけいけベシードやで、叩いてるわ。フルボッコじゃん。おらー、いけ。倒した。コッパみじん。格闘データ分析中。キル数7。全体のえF やって、かわいそう。はい、下手くそなのは知ってました。とりあえずこれがチュートリアルかな。電撃によりアイリスの回路が混戦しています。システムエラーが起き、オフラインになる可能性があります。それはまずいぞ。いいかい、アイリス、出頭しよう。みんな罪もないためだなぞ。出頭は無理。まあ、アイリスは自由を求めて翼をもらったんや。そろそろサイコパス野郎が来そうやけど。オフラインになるって言ってたね、アイリスが。オフラインになった終わりやで。てかパブロもう背中なくなってるはずやけどねそんな引こずられたら。今時速何キロ出てんのこいつ。いた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 。おらおら、引けんかった。いけ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 。これ引いていいんかな。きたー、さようなら。自由への架け橋でーす。あ、こいつケツアゴや、ケツアゴ。銃持っちゅうやん。銃撃たれたらちょっとさすがにかなわんで。わあ、これいっていいんか。そのまま行くぜー。ぶっ飛ばして。なんやね、走行中にボタンを押すとアイリスが格闘攻撃へ。格闘攻撃へ、またパブロも強力ですが、速度の遅い格闘攻撃が出ます。どうやってやるんそれ。これか。これか。パブロ後ろで振り回してるだけやけどな。こういうことか。とりあえず行くのみ。来た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 、車来たやん。え、こいつと戦えってやばい。てか歯並び汚な。遠距離攻撃をするにはボタン押しっぱなしにします。ボタン、これか。あ、銃撃ってる。こういうことか。あ、これむずい。これちょっとむずいぞ。え、どういう状況それ。どういう状況。痛い痛い痛い。今車どんな今縦になってたよね。縦これさ W とかでさコントロール取ってるから E ボタンは押せないんですけど、え、なんか痛いし、ほんで、あー、これはきつい。これきつい。コントローラーでやらんときついかも。あー、むずい。あー、痛い。また縦になって、そんな車の掃除の仕方があるかってのは。近接攻撃したけどな、あったらもんな。当たりに来てくれてるわ。あ、よしよし、こうした。危ない危ない。ほら、足きんかった引いてやろうかと思ったけど。待って、2台出てきた。ちょっと待って、一旦待って。これさ、コントローラーでできないものなのか。ないんだよな、コントローラーにプレ4のそのボタンが。プレ4のコントローラーがもうダメだから対応してなくて、ちょっと難しいけどやってみる。頑張って。やれんのかこれ。当たってんだよな。あ、当たってる当たってる。頑張って当てるしかないこれ。あ、来てきた。当たった。当たったけど、あと2匹来るやろ。あと2匹倒せるか私ね。おら、攻撃もしたんやけど。痛い。おら、痛い。当たっとる。当たらぬ。あ、めっちゃ撃たれてる。撃たないで。当たれ。いや、難しい。あー、もうちょっとでやれそう。あ、壊れた。あとあいつだけ。来た、壊れた。よっしゃー。いやー、まだいんのか。壊れろ。来た。壊れた。やれたー。キーマンでもやれたー。やっぱ絶対コントローラーの方がいいわオーディオ始めましょう。やっとチュートリアル終わったけど。ミッションアコンプリッシュル。タイム F、 セイゾン F、 シークエンスボーナスを C、NA セクションレード全体の F ありがとうございました。 F いただきました。また実写っぽいね。すごい作り込まれてる。時代錯誤なスタイルにヘルメット着用ゲーム、息が詰まっちゃうわ。本音乗ってないからねこれ挟まったどこが挟まってんのそれ。ズボンの裾、もうケツから火出るです、そんな乗り方してたら私たちって完璧に分かり合えるみたいねパブロ。私いろんな言語に堪能なの。もちろんあなたの言語もね。言語翻訳モジュールエラーになってますけどねえ。インディアナ州スコッツバーグってどっちかしらスコッツバーグに行きたいらしい。あのレース出たいんかなねえ。何が挟まってんのそれ。ふんなパブロさんもうそろそろもうねなくなっちゅうと思う、摩擦ですごいスピード出ちゅうで。仲良しはね、いってらっしゃい。そしてアイリスとパブロの旅が始まるんやわ。出た、これがその噂のあれやわ。サイコパスバイケの、なんだっけ、スパイクだっけ。こいつも自我を持ったのか、落雷に打たれたのかな。イエース、サー。で、こっからやっとストーリーが始まりますと。はい。一旦ね、ちょっとチュートリアルで私がもうゼーハー言ってるので、一旦ここまでにしましょう。すごいスタイリッシュなアクションで、私の持ってたバイクレースとはちょっと違ってたわ。バイクレースイコール格闘を銃で撃つみたいな、なんか、とても楽しいゲームなのは分かったんだけど、これ、コントローラーでやった方が絶対にいい。WASD で、キーボードでやるの結構きついかもしれない。まして私慣れてないし、キーボード。いや、これコントローラーでやりたいな。ちょっとコントローラー購入を検討します。プレステ4のコントローラーでちょっと対応してなかったです。で、なんかもう実写やん。最初のオープニングとか。すごい作り込まれてるよね。でもなんかちょっとネタっぽいよね。ちょいちょいってかもうかなり笑わせには来てる。結婚式のなんかムービーみたい。出し物の。見ててとっても楽しいです。で、このゲームもね、リスナーさんにプレゼントしてもらった。めちゃくちゃ、いや、面白かったです。ありがとうございます。いつも面白いゲームを教えていただいて、感謝しております。私好みのおバカ系ですね。でもちゃんとゲームの内容はしっかりしてるし、とっても爽快感のあるアクションができるゲームですね、これは。これちょっとシリーズ化したいですね。てか私が遊びたい、普通に。なので、まあ、コントローラー、買いますか。ではでは、今回はここまでにして、次回の更新をお楽しみにしといてください。じゃあね、バイバイ。